獲物の追い詰め方はもうバッチリですね。対象を絞って一匹一匹確実に狩るんですよ。あとはどうやってうまく気配を感じ取るかですね。こればかりは感覚的なものなので説明できるかどうか。そうですね、焦らず徐々に身につけていきましょう。私の村は先祖代々狩りをして暮らしていますから、私自身気配の感じ方は子供の頃自然と覚えてしまったんです。本当にそうで、狩りこそご先祖様に教えてもらった私たちの生き方なんや。さあ暗くなる前に帰りましょうか。いや狩りに夢中で時が経つのを忘れちゃいましたね。勘弁してくださいよ、本当。急がないと本当に暗くなってしまいますから。